カフェファラオは、アメリカ合衆国生産、日本調教の競争馬である。主な勝倉は2020年のユニコーンステークス、シリウスステークス、2021年のフェブラリーステークス。馬名の由来は、カンムリより、12月4日の二歳新馬戦で、ライアン・ムーアンジョーにデビュー。スタートから先手を奪い、直線に向くと後続との差をみるみる広げ、 後の兵庫チャンピオンシップカチューマ・バーナードループに10馬審査を付け圧勝。デビュー勝ちを果たした。自走のヒアシンス・ステークスでも一番人気に押される。レース本番はスタートで出遅れたものの、道中外から進出し残り200メートルで先頭に立つと、最後は追い込んだタガノビューティーを1馬審1、4差で抑え切ってデビューに連勝とした。重賞初挑戦となった。 ユニコーンステークスでは同じく2002勝のレッチェ・バロック等が集まったが一番人気に押された。レースでは3コーナーまでに2番手に進出すると直線では後続を突き放し2着テュード版に5場審査のレースレコードで圧勝。デビュー3連勝で重賞初制覇を果たした。その後のジャパンダートダービーでは単勝1.1倍と圧倒的一番人気に 押されたが7着となり、デビューからの連勝は3で、ストップとなった。秋は、クリストフルメールとのコンビで、シリウスステークスから始動し、1番人気の指示に応えて、解消。その後、チャンピオンズカップに参戦し、国内無敗のクリソベリルに次ぐ2番人気に押されたが、中段追走から直線で伸びきれず6着に敗れた。小場所戦には、フェブラリーステークスを選択。 昨年のチャンピオンズカップを制した中和ウィザードは海外へ遠征し、クリソベリルは故障、ゴールドドリームの引退など、格好たる実績は不在の中で一番人気に押されると、レースでは道中5番手を追走。3コーナー手前から進出を開始すると、直線ではワイドファーラーをエアールマスラ先行馬を交わし、最後は外から猛追してきたエアスピネルを3。 4場審査でしのぎきって優勝、GI 初制覇を果たした。勝ちタイム1分34秒4は、同レース史上2位、両場上では、史上最速タイムという高速決着となり、安状のルメールは、前年のモズアスコットに続く、同レース連覇、父アメリカンファラオは、3区発の国際、ダート G1 制覇を果たした。また、 史上4頭目の関東馬による同レース勝利となった。自走は柏記念を選択。2.1倍の一番人気に押されたが同中、集団からレースを進め進めたが、直線伸びを書き5着に終わる。安城のルメールは深い砂でスタートからあまり進まなかったです。1.2コーナーで良いポジションを取れたけど、3コーナー手前から忙しくなりました。 きついコーナーがあまり合わないですと振り返った。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。